についてあんまりコメントしたくないんですけど、どうして俺じゃなくて一郎に譲ったのか信じられません。そして勝手に解散の話を週刊誌にしてるようですし、自分の立場、俺って一体何なんだろう思います。そしてこの番組に関してもゲストの胸を触ったりおしゃぶりを吸ったりいつも横目で立ってます。たくさんね、よだれたくさんついてるのね、これ、うん、おいしい。たくさん唾ついたらお茶ぶり取りましょうね。はい、お茶ぶり取って、はい、お茶ぶり、ほら。どうしてこれ口紅もちょっとついてるのね、このお茶ぶりね。はーい。おいしい。結構じゃん。ズンキの砂漠を行く遠い異国のキャラバンのように。おかえりなさい。ただいま、あそこ。あなた、ん、はい、はい、いや、AD の小松が口でやるって言
拒む。ねえ聞いてよ今朝私たちが行った店舗であるじゃない、うん、何じゃ何よ、怖い話があるんだから。だからフーとかよしなさいよ。なんかそれはフーじゃなくて私の怖い吐息何何何、私たちが今朝行った店舗であるじゃない、あそこでね。何じゃイカさんちょっとはい大丈夫だよ。おいしい。どうもありがとうございました。一見きらびやかに見えるこの世界も、その裏舞台では売り上げを競う美しい女性たちの熾烈なまでの争いが日夜繰り広げられているのである。やだバカったら。銀座一の美人ママで知られる優子ママ、彼女も今その大きな争いの渦に巻き込まれようとしていた。優子ママの客を奪おうとする女性が現れたからである。その女性の名は高江、彼女である。彼が優子ママの客、林憲一である。都内数十カ所に貸しビルを持つ林不動産の若社長である。今二人はバーコードへ同伴する途中であった。ちょっと休んじゃおうかな、ね、ちょっと待って、なんだここ。あのちょっと休んじゃおうかな。最近ママ元気ないわね。若社長が冷たいからじゃない？高井さんのどこがいいのかしらね。若社長女なら誰でもいいのよ。でもさ高井さんもひどいわよね。戸次から出てきてママに拾ってもらったし何もママのお客さんとなくてもね。お口の中でいらっしゃったわよ。元気あ、席あんのかな。席あ、用意した。水割り薄め顔出ちゃうからさ。じゃあ薄めちょっから。薄めでいいのね。これ見てくれ。いつもやってんだよな。いいから見飽きたからね。せっかく同伴したんじゃないか同伴。これ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 。上に来てんだよな俺。これこれこれ右持ってるところ。これこれ見よ。まさかまた集まってんじゃねえだろうな。ねえこれ下にあったのが上着してんだよな。いいからあんたたちも早くて、そのぐらい私だってできんだから。できんのかよ、いつも口ばっかりやねえかよ。バカ言ってカツラシンプルだったから。いやー取れちゃったな今の。ありがとうありがとうありがとう。バカ社長あーママどうも。いつも綺麗で相変わらずお上手ね。お邪魔してもよろしいですか。ダメだ高井ちゃん、私がどこに座るとここは私のお店なのよ。いや、いつまでもあんたの店だと思ってると、とんでもないことがあるから。いやいや、まあ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 。高井さん、二人ともお電話が入っております。誰から？CX の石田さんです。また10円指名だ。いないって言ってちょうだい。来てるって言っちゃったの。ショあんたはここの席座らなくていいかな。そうそうそう、ここ座ってない。いやまあまあちょっとあんたちょっと忙しいのよ。ダメなんだから。優子ママはもう我慢の限界に達していた。どうしても今夜じっくり話したいと若社長に詰め寄った。二人は彼の家で会う約束を交わしたのである。ダメだって今言わせたら出てけねえって。サバ出てけねえ。殿下。殿下
お客様をお連れいたしました。はい、お入りなさいよ、はい。すごい豪華ね。いやいや、大したことない、大したことない。ようこそ、ようこそ、僕の家にようこそ。あ、まあ、立ってね、なんですか、こう座ってください。ありがとう。あ、ワインでよければ。飲みますか。いただくわ。全然一人で飲んで。はい。ねえねえ、はい、実は高江のことなの。いや、そんな慌てないで、今来たばっかですから。あ、他の部屋いっぱいありますんでご紹介しましょう。お風呂、お風呂、ちょっと、これね、あのね、ここがね、僕のね、お風呂なの、お風呂ね、ちょっと、よいしょ、はぁ、あ、うわ、広いのね。この人たちはね、僕の体とか全部洗ってくれる人たちなの。洗いましょうか。いや、今はいいの。今はいいから大丈夫だ。あとで、あ、入る。実は高いのことなんだ。こっちがね、こっちが僕のね、おトイレだろ。おトイレ、おトイレ、見て、おトイレ。うわー、すごい、豪華でしょ。これ金だしね。あ、この人はね、僕のね、お尻とか拭いてくれる人なの。拭きましょうか。いや、僕は大丈夫だけど、する実は高江のことなんだけど、ね、寝室見てください。寝室こっちなんだけどね。あら、いいだろ。こっちが寝室。ここがね、僕の、ね、寝室なの。寝室だ。寝室よいしょ。あ、かわいいわね。どうぞ。ここがね、一番落ち着くの。よいしょ。狭くない？でも落ち着くから寝る。そんなことはどうでもいいの。それよりも高江のことなんだけどね。ビデオのすごい最新のいいやつが入ったんですよ。ママいいからちょっとこっち来て。ビデオね、ママビデオビデオなんです。まあいいから目線に立ってください。はい、これだっけな、これか。よいしょ、はい、たよいしょ。すごいいいやつ。本当いやね、もう二人で見るとそういう雰囲気になっちゃうかもしれない。よいしょ。あれ、これ違う。コーヒーはいかがですか。大好きなんだから。今夜のミュージカルフェアのお客さん